さあ、ということで、バッキンフォード地区っていう場所にね、今、いるんですが、このエリアね、結構、アイテムがありそうなんで、取りながら、進めていこうかなと思います。あとは、アイザックのカスタムで、お金を結構使ってしまったので、また稼ごうかなと思います。よし、取っていきましょう。さあ、救命装置アドバンス。ありがとうございます。3つ目ですね。よし、見つけました。ごめんよ、アイザック。こんなことになって。なぜ謝るんだ？君は僕と博士が心から望んで生まれてきたんだよ。それなのに、こんな形で分解することになるなんて。何も気にすることはない。私の機能が誰かの邪魔になるなら、それはきっとない方がいいんだ。寂しいこと言わないでくれよ。君に搭載された機能は長い研究の末に、何度も試行錯誤して魂を込めて作り上げた結晶なんだよ。それが邪魔になるなんて僕は。顔を上げるんだ、トゥルース。下を向いていたら何も見えないだろ。ああ、そうだね。一つパーツを外すたび、君の機能が一つずつ失われていく。君の記憶もほとんど残らないかもしれない。覚えてないっていうのは、これと関係してるのかな？君の機能を無力化するためには、ほぼ全てのパーツを外さなきゃならないんだよ。そうしたら君は歯車でできたおもちゃの人形と変わらない。本当にそれでもいいっていうのか？ああ、それもいいかもしれないな。私が滑稽な動きで踊ってみせたら、子供たちが喜ぶかもしれないだろ。なんだって？誰かが喜んでくれるなら、私はおもちゃの人形でもいいんだ。私は誰かの役に立ちたかった。嬉しそうな顔が見たかった。ただそれだけなんだから。アイザック。そうか。アイザック、君は本当に素晴らしいやつだな。もし僕に子供ができたら、その時は一緒に遊んであげてくれよ。君ならきっといいお兄さんになる。私がお兄さんか？それもいいな。パーツを外しても忘れないでくれよ。任せておきたまえ。私は君の親友なんだからな。そういうやりとりがあったんだね。パパはママを救えたけど、その代わり親友のアイザックを自分で分解することになったなんて。アイザックが動き出したとき、何も思い出せないって言ったのは、こんなことがあったからだったんだね。やっぱそういうことか。友との別れ。よし、取りましょう。貯金箱。貯金箱？アクセサリーっぽいよね、今の。装備かな？ああ、入手資金のアップか。これは確かに良さそうですね。まあでも結構お金集まってきてるからな。とりあえずつけなくていいかなって思うんで、このままでいこうかなと思います。よーし、ということで、取りましょう。ありがてー、ありがてー。もう早速使っちゃおう。結構ね、強化できてきたんだよね。エイドさんと、これでいっか。よし。オッケーオッケー。よし、ということで、古城エリアにもありましたので、見ていこうかなと思います。
なあ、この子笑ったわ。本当だ。きっとママがそばにいるから安心してるんだよ。そうだったら嬉しいな。でもね、この子、あなたが抱きかかえてるときはとても楽しそうな顔するのよ。そうかい？そうだったら嬉しいよ。この子が生まれてきてくれて本当に良かったわ。あなたがいて、この子がいて、私とっても幸せよ。ずっとこんな日が続けばいいな。なあ、僕もそう思うよ。誰かお客さんが来たみたいだ。シェリーと一緒に上にいてくれ。博士、どうしたんですか、突然。子供が生まれたそうだな、おめでとう。なあ、ありがとうございます。わざわざお祝いに来てくださったんですか？残念だが、そうではない。本題は別のことだ。何ですか？この街は滅ぶかもしれん。君が1970年に戻って、アリアを救ったことで、運命に歪みが生じたらしい。かねてより私が懸念していたことが現実になってしまうかもしれないというわけだ。そんな。私の研究によれば終わりは1999年。どのように終わるのか、そりゃわからんがな。もしかしたら私の予測は大外れで、1999年になっても何も起こらないかもしれん。私自身外れろと願ってるくらいだ。しかし、もし本当に終わりが来てしまったら、クロックニーの人々が全員命を落とすだろう。トゥルース、君はどうする？博士。その質問の答えは初めから決まっています。そもそもの原因は僕が過去に戻って、アリアを救ったことにあるんですよね。責任は全部僕が取ります。ご心配かけて申し訳ありません。トゥルース、そうか。だがな、君だけに責任を負わせることはできん。なぜなら君は私の助手なんだからね。この街に訪れる終わりを断固阻止する。私も君と同じようにクロックニーを愛してるからね。パパとママ幸せそう。でもママを救うために過去を変えちゃったから、それが原因で今こんなことになってるの。そんなの辛すぎるよ。さあ、終わりの序曲。まあ、そもそもね、アリアを救っていなければ、このシェリーが、存在してるかどうかっていう話にも、なってきちゃいますもんね。次のところ行きますか。ありました。
パパはいつも遊んでくれなかった。でもそれは。さあ、パパの決意。いやー、ちょっと泣きそうになっちゃったわ。大丈夫かな、ほんと。ありましたね。レーダーでボスの位置を感知した。どうやら街の外れに出現したらしい。私の知識と経験をすべて吸い込んだアイテムだ。いつか来るこの日のために、何年もの時間を費やして準備した。博士、ありがとうございます。万が一僕が帰ってこなかったら、この手紙をアリアに渡してください。博士が予言した終わりは1999年、それが的中しているんなら2000年になれば危機は去るはずだ。2000年まであと5ヶ月、絶対に守りきる。さあ、パパの魂、決戦ですね。次で
9個目ですね。で、自宅っぽいね。行っちゃいましょうか。あ、ありましたね。こんなん泣くやん。パパを助けるために過去へ行くんだな。準備は万全かい？
そうか。できることしてから乗り込んだ方がいいですよね、これは。こんな時だからこそ見つけちまったわ、水晶玉。じゃあちょっと強化したら、過去に行こうかなと思います。マジかー、結構お金いるんすねー。まあ、まだ強化できると信じて、いきますか。レベル的にはそれなりにあると思ってるので、いきましょう。